ちびちびお稽古。こんにちは。いつもちびちびお稽古をご覧くださりありがとうございます。今回も可愛いシールや付箋、おもちゃなどを使って楽しくひらがなを覚えていく工夫をご紹介します。こちらナンバー2の動画では単語編となってます。の中にはチョークが入ってます。チョークも箱もセリアさんのものです。桃ってすごく覚えやすい単語だと思ってて、まず同じ文字が続くので一つ覚えたら桃って読めるわけですけど、これでもこれでもっていうのはもう読めると思いますが、それを単語に持っていくときにこの単語はすごくいいと思います。桃桃って繰り返し教えてあげてください。私は絵があんまり得意じゃないんですけど、絵が得意なお母さんとかここに桃の絵とか描いてあげたら、そういえばあそこにお母さんが桃描いてて、これって桃って読むんだったな、経験として覚えれたらいいかなって思います。あ、リンゴになっちゃった。桃、こんな感じですかね。ちょっと描き直したんですけど、桃描いてみてください。余談なんですけど、娘もこの桃っていうのをご飯食べに行った時にメニュー表で見て、って書いとるって絵はなかったんですけど、これを桃って書いとるって読めたのが初めてで、うわすごいって感動したのを覚えてます。次はこれを使いますね。これお花のシールなんですけど、だったら花とかこれで作ってみるのはどうですかね。ちょっと画数多くてシールで貼っていくの大変かもしれないんですけど、やってみます。この花だからお花とか、魚だから魚とか、そういう関連づくものって後から経験として思い出すと思うので、最初覚えたてとかはすごくおすすめです。名前にハとかナとかついてる子も多いかなって思うので、どうですかね、覚えやすいかなと思います。ちょっと見えづらくなってきたんですけど、それでもやっぱりこれで、あの時花やったねお母さんと、あ、なんかゴミゴミして見えづらかったけど花って作ったよねって思い出してもらえたら、最初単語を覚える経験としてはいいのかなって。一つ単語を覚えられたら今度からは、あ、単語そういう風に読んだらいいんだ、この2つで「は」「な」って読めるんだっていうのが理解できたら、あとはどんどん覚えていくだけだと思うので、最初の1個2個がやっぱり大変だと思います。なのでこうやってちょっと経験で1個2個覚えれたらいいのかなって。あ、シール足りなくなったんですけど、まだあります。すーごいゴミゴミした。私はとにかく桃で攻めてたので、何の文字選ぶかは自由ですが、楽しい文字選んでみてください。ちょっと分かりづらすぎますかね。最初に出してなかったんですけど、このマスキングテープを次使ってみようと思います。これもセリアさんのなんですけど、これお魚の絵になってます。釣りっていう文字が簡単で覚えやすいかなって。釣りって単語で覚えるときに、もう全部ひらがな覚えている子だったら、やっぱりその中でも得意なやつ苦手なやつあると思うんですけど、釣りってどっちも簡単なので迷いなく読めるかなって。釣りって一つ読めたらやっぱり自信になると思うので、これで釣りって作ってみようと思います。どうしようかな。最後ちょっと一気にいっちゃいましたけど、どうですかね、釣りってできました。これも綺麗とか形がどうとかはあんまり気にせずに、経験としてとりあえず1回1個覚えれて自信になって楽しいって思ってもらえたら、それでいいかなと思います。このシールちょっとアップで見てもらいたいんですけど、すっ
ごく可愛いお魚さんのシールです。この季節にぴったりですね。さっきもお花出てきて、これもまたお花なので、今度は名前でいこうかなと思います。名前も3文字とかだったらちょっと難しいかなと思うので、例えばナナちゃんとかモモちゃんとかは覚えやすいですよねさっきのモモと一緒なんですけど、そんな感じでやっていきたいと思います割っちゃったんですけど、こんな感じ。あ、もう一枚ついてなかった。こんな感じ。あ、すっごい可愛いですねこれ。こういう使い方が正しかったのかな、一の方で間違えてたかもしれないんですけど、これすごい可愛いですねいろんな名前とか果物とか覚えやすそうなものでやってみてください。この単語の選び方なんですけど、実は私が以前にこういうひらがなを読もうっていう題の YouTube を作っています。こんな感じでシカみたいに簡単なひらがなを使った単語を集めているのがこのステップ1です。ぜひぜひ参考にされてください。次はひらがなカードです。ナンバー1の方でもやったんですけど、これは桃とかはできないので2つカード作って何か作りたいんですけど、何がいいかな。傘とか覚えやすいですよね。傘好きなお子さん多いですし、あのカーとさ、どっちも比較的覚えやすい文字かなと思います。1枚のカードでするんだったら桃もありました。桃でした。ちょうどこのセリアさんのひらがなカードは桃が入ってたんですけど、これで桃っていうのを覚えてもいいですね。書き方もありますよ。こっち側でさっき言ってた桃って覚えたり、車、リンゴって覚えるのももちろんいいんですけど、最初単語まだ1個も読めないよっていう段階だったら、この後ろを使ってこれでくり、これでくりだねって覚える方が覚えやすいです。そして次のステップはこうです。くりって並べたいけど、りってどっちだったっけって言って並べる。こっちだって言えたら正解。ひらがなカードこんな感じですかね。これいっぱいあるので、この中から好きな単語選んでもいいですし、さっき言った YouTube の方参考にしてもらってもいいですし、あのいろいろ楽しいのを見つけてやってみてください。いちごかわいいですね。次この鉛筆型の付箋します。これも好きな文字書いてもらって、これ覚えようって決めた文字書いてもらって、いろんなとこに貼ったらいいと思います。これ使うんだったら、あの4段階やったらいいかなと思います。まず1色好きな色選んで文字を貼る、どっかに貼る。くりって書いて、このくりをどっかに貼る。これここに栗の絵描いたらすっごくいいと思います。その栗の絵描いたこの付箋を、ティッシュに貼ったり、見えるところにドアのところにちょんって貼ったり、どうかな、あのいいなって思われる方はいろんなとこ見えるところにとにかく貼ってみてください。3日間だと思うので、私は勝負3日間だと思うので、その3日間だけいろんなとこに貼って栗を覚えるのがいいと思います。次の単語に進むときに色を変えたらいいと思います。イメージって大事なので、あ、栗、あの青いやつ栗だったなって頭のどっかに残るので、次は赤にするとか全然違う色でやった方がいいですね。今回こういうのも用意してみました。これ足し算の時とかにも使ったりしてたんですけど、これセリアさん、全部セリアさんなんですけど、ちょっと使いかけ、これこの磁石いっぱい入ってる、この磁石をこういっぱい並べて、もともと全部白だったんですけど、その上にこのぷっくりしたシール、これちょっと厚みがあって可愛いシールなんですけど、これを
全部に貼っていきました。ちなみにこの周りのシールもセリアさんのこういうシールがあって貼りました。ちょっと柄違い また可愛いなって思って買ったんですけど、こんな貼って楽しい黒板にしてみてください。これ磁石付きっていうのを選んで買いました。じゃないとくっつかないので、もし買われる方いたらご注意ください。ではこれで文字作っていきます。のりにします。のり、なんとかのちゃんとかのりくんとか、のがのとかりもりのちゃん、りのちゃんだったらのり両方ついてますね。そんな感じでのりっていう文字も名前についている方も多いのかななんて思います。幼稚園とかって名札つけてるから、自分の名前についてなくても誰かの名前についてたら、あ、これでりのちゃんって読むんだなとか見る機会も多いですよね、その文字を。どうでしょう、完成のり、これすごい可愛いですよね。このシールマグネットに貼るっていうのおすすめです。のりやってみてください。最後はクモンのひらがな積み木です。ちょっとバラバラに入ってるんですけど、こういうひらがなの積み木です。ひらがなカードと使い方かぶるんですけど、石、これで石って覚えていったらいいですね。裏側こうなってて、とってもイラストとか可愛いんですけど、初めて覚えるにはちょっと難しいかなと。石とか牛とかいいですね。簡単なひらがなで覚えていってみてください。ひらがなカードと同じように、ママ牛って作りたいけど、牛ってここに何入れたらいいかな、どっちが C かなって聞いてみて、牛ってやったり、これでなんて読むかなって一緒に、うで C だね、あ、じゃあう C、 あ、牛だっていうのをやっていったらいいと思います。とにかく3日間頑張ってみてください。8連発いかがだったでしょうか。最後まで動画をご覧くださりありがとうございます。ちびちびお稽古って検索していただきましたら、プリントもありますので、ぜひやってみてください。この動画がいいなと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録お願いします。